なんでこれやってるのみたいなところを膝をつき合わせて話すべきなんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。はいおはようございますササイメンタルクリニックの院長増寿介です、えー。質問に答えていこうかなと思います。えー、質問です、えー。ずっと疑問に思っているので質問します。主治医に主治医にです。カウンセリングを受けるように言われているので毎回予約はするのですが。 カウンセリング終了時次の予約を入れてもらう時に毎回次の予約カウンセリング予約しますみたいなことを聞かれますとどのカウンセラーさんも同じなのでしょうかと、えー、次はもう来なくてもいいと言われているように聞こえてしまいます、えー、絶対来なきゃいけないみたいな空気感を出さないようにしているのかとも考えたのですがなんかモヤモヤします 何も頭の中整理できていないし何か気づけたこととか解決できたこともなく何の話をしているのかよくわからないままモヤモヤして帰ります一人で頭の中とか仮想空間みたいな場所、えー、目に見えない空間空想みたいな中で誰かと話している方が気づけることも多いですと、えー、何もしない時は一人で心の中とかたまに小さな声で話しますがで、こ 小さい声が出ててますす話してるかですそうすると「あこれってこういうことか」とか「こうした方が良いな」とか「あの時はこうだったからこういう気持ちになってたんだ」とか整理されていくというか「自分が相手にうまく伝えられていない」「相手の言葉をちゃんと理解できてない」とかもあるかもしれませんと「言葉のキャッチボールができてないと」「と投げ返されたら終わり」「なんかこれじゃあ意味ない」「長くなってしまい申し訳ありませんと」ということですはい。 これはねよくあるよくある質問ですねだからカウンセラーの人たちがまあカウンセリングの目的を明らかにしていないとかですね、えー、治療を何のためしてるかということがしっかりビジョンが共有できてないとかまあそういう時にこれが起きこういう事態が起きるのかなというふうには思いますもちろんそのそれをねどこまで共有するのがいいかっていうのはいろいろ賛否分かれますけどねで あのだから何のために何でこれやってるのみたいなところをやっっぱつき膝をきき合わせてて話すすべきなななんんじゃないかなと僕は思ってるんですよだからそれはそのいやそうじゃないよって思う心理師さんたちもたくさんいるんですけど僕らの価値観っていうのはどんどん変わってきているしその昔の世代の人たちがやってたものがそのまま正しいってわけではないんですよね。 で、僕も実際自分で臨床していて、で、えっ、ー、と、上の先輩たちから教わってきて、やっぱりこう受け身で聞いてる方がいいって言われてたんですけども、やっぱりどう、その、ちょっと違うなと思いつつもあるんですよね。これはまあ、なんていうか、好みってか、時代によって変わるんですよ。好みというか、その風合いというか。だから、ラーメンの味が変わっていくように、 そのちょっとずつ味がねマイナーチェンジしていくようにカウンセリングのやり方も少しずつマイナーチェンジしていかなきゃいけなくてもうちょっとカウンセラーの人があのー、もうちょっとね何のためやるかっていうのを聞かなきゃいけないこともあるし昔よりも今の方が目的とか何をすべきかを明らかにしていかないといけないそうしないと結局なんか人と喋るよりも一人で考えてる方がなんか良かったなって感じになりかねないというかここはまあいろんな流派とかやり方とか あのあるしあるとは思うんですけどでもその少なくともこの質問者の人には届いてないってことだと思うのであの実際の臨床はどういう形なのかとかはわかんないですけども、えー、なんていうのかなそういうのはありますね。実際食べてみないとわかんないといか実際あこういう意図なのか。 であっていやなんかずっと醤油ラーメンの話をしてたけれども実はその人が作って,食ってるのは味噌ラーメンだったとかなんかそういうことがあるかもしれないしなんか分かんないですけどねうんだから何て言うんだろうねだからそのカウンセラーが提供しようとしてるものが何なのかで治療者クライアント側が提供されたいと思ってるものは何なのかってことをしっかりこう,つつこう付き合わせていかないといけないという。 話ななのかなと思いますねその上でじゃあ一緒に2人で何が考えていけるんだろうかってことを、まあ、そこまでディスカッションしなきゃいけないっていう時代なんじゃないかなと思いますね。昔とは違うということですね。はいえっ、ー、とじゃあ次行きましょうかね。うん えっと初めまして最近になり増田先生の動画を見るようになりましたうつ病についてお聞きしたいことがあります今から相談することについて私自身うつに対する知識不足や恋人のことが信じられなくなって頭が湧いているような状態でもありますのでそれを、えー、戒めてほしいという気持ちもあり質問させていただきますと恋人がうつになったと言われました恋人が言う訴えからは仕事にも行けず車の運転なんてもってのほかと思っていましたと。 当初は何かしら支えてあげたいという気持ちもありました。しかし現実は仕事も行ってるし、車通勤もしています。休養する気配が一切ありません。本人も鬱だ、もう鬱だと思う。という発言も押しており、えー、本当に病院行ったのかと思ってしまいました。普通であれば医師から、鬱だと言われたなど、主、え、語、ー、がもう医,師にな医者になるのかと思うんですが、恋人の発言は、主語が私になっているのが不可解です。 だから、自傷うつ病だということですよね、自傷だと。私に対してはほっといてほしいとしか言わず、通院や服薬のことにつきことは聞いても教えてくれませんでしたと。文章入り込んでて、ちょっと一回飛ばします、えー。私が何を聞きたいのかと言いますと、この事実から差病ではないかと思ってしまいます。うつと言われる前に、前は結婚間の違いで泣かれることがありました。私がまだ結婚は早いと思っている。私 とはもう無理理別れて次に行きたいいけど理由がなせや鬱にしようと私と別れる手段として打つということになっているんだと勘ぐってしまいました。上気以外にも突っ込みどころがありすぎて2つの事象を比べて本当に鬱なのかと思ってしまいます。本人は「打つ」ってそういうもんと言ってきますがそういうもんなんでしょうかということですね。 だからまあいわゆる否定系うつみたいなことですよね今時の言葉で言えばだからうつ病の軽度軽度うつ病の時にはあのいわゆるその教科書的なうつ病とは違う症状をとるとうつがひどい時っていうのは眠れないとか食べれないなんだけれどもうつが軽い時には逆にいっぱい寝るんですよね回復するためにいっぱい寝るとか、えー、やけ食いみたいな形でむしろ過食に転じるというか過食が多いとか。 えー、なんか好きなことだけは元気にやれるけれどもあの仕事とかはできないとか嘘が増えるとか怒りっぽくなるとか、まあ、そういうのを含めて否定系うつみたいな形でなんか落ち込んで固まってるような状態ではなくてなんか抗がってるようなイライラしてるようなもがいてるようなでもそのもがきがなんかわがままに見えるような感じっていうのが、まあ、否定系うつというかうつ,つ病が軽い時に起きる状況かなと思いますね。うん で実際その,その教科書的に見るんじゃなくて身近な人とかがなった時にはやっぱりなんかねその前情報とかほかにも情報があるので否定形打つみたいな形で教科書的に書いてあることとあの一致しなかったりとかしちゃうんですけどもまあこういうことってあるなと思う ここういういともあるだろうなと思いますもちろんあのわかんないですよあの質問だけなんでわかんないですけどそういうこともあるのかなと思いますでまあどこまでやるかっていうのは人それぞれ考え方があってですね別にその家族だから絶対サポートしてあげ,あげなきゃいけないとか、えー、恋人だから絶対サポートしてあげなきゃいけないっていうものでもないのでやっぱりサポート精神疾患をサポートするのは難しいのでえー ななんていうのかな、えー、まああの自分ができる範囲であって難しいなと思ったらプロに任せてしまうっていうのも全然悪くないと思いますしそこに罪悪感を感じる必要はないんじゃないかなというふうに思いますね。うん、結構あのー、難しいんですけどあの結論を言うとそういうことになります。はい、えー、ということでまあそろそろ10分経つのであのー。 終わります。質問に、はい。診察の合間に質問に答えてみました。はい。では、また。